クラウス・ボーベライトは、ドイツの政治家、ドイツ社会民主党所属、ゼンベルリン市長。ハンサムな容姿、品のある着こなし、親しみやすい人柄から、ドイツで最も人気のある政治家の一人であった。その一方で、芸能人との派手な交友から、パーティー市長と揶揄されたこともある。西ベルリン生まれ。1973年に、ウルリヒホンフッヒ本復天高校を卒業。 ベルリン自由大学で法律を学ぶ。高校時代からスピードに入党し、大学では社会主義青年団で活動していた。1979年、第1次国家司法試験に合格し、司法となる。1981年、第2次司法試験に合格し、ベルリン市政府職員となる。ベルリン市内無償参時間を経て、1984年に、 ベルリンテンペルホーフ地区議員に選出され、政治家としてのキャリアをスタートさせる。1995年より、ベルリン市議会スピード議員団代表代行を務め、1999年より、ベルリン市議会スピード議員団代表となる。2001年、スキャンダルによる、エーベルハルト・ディープ現市長の不信任決議の後、6月16日に、ベルリン市議会での議決で、スピード、 同盟90、緑の党、民主社会党の支持を得て、ベルリン市長に選出された。同年10月に前田を支持しされた、ベルリン市議会選挙でスピードは、史上初めて第一党となり、政権基盤を固めた。連邦州市長の持ち回り順により、2001年11月1日より2002年10月31日まで、ドイツ連邦参議院議長を務める。 危機的な財政状況に対して、緊縮財政、特に市職員の人員削減を行った。これにより、ベルリン市職員の労働時間は増加した。非常に人気のある政治家であり、ベルリン市民からの評価も高い。2006年6月に実施された、ベルリナーツアイトング市の世論調査でも、非常に高い評価を得ている。同年9月の市議会選挙で勝利し、3期目に入った。 今後は、連邦の政治に関与する機会を増やすと表明している。2011年9月18日のベルリン市議会選挙では、スピードは第一党を維持したが、ボーベライト自身は、自身の選挙区でセディの候補に敗れ、市議会の議席を失った。選挙後の連立交渉の結果、スピードとセディの大連立政権が成立し、ボーベライトは引き続き、ベルリン市長を務めていた。 2014年にはベルリン新空港の開港区令をめぐって批判が高まっていたことなどを受けて辞任。ベルリン市議会は公認に社会民主党のミハイル・ミュラー氏を新市長として選出した。現在はベルリンのシュプレイラディオでプレゼンターを務めている。1993年以降パートナーである神経外科医の男性と共に暮らしている。2001年、 ベルリン市長選挙に臨む前の党大会において、私はゲイですが、それもまた良いことです、と、同性愛者であることをカミングアウトし、大いに注目を集めた。うんと、ダズイストアをホガツそう、というフレーズは流行語ともなった。ドイツにゲイの首相が誕生する気は熟していると発言したが、2007年9月の世論調査では79%の国民が、 芸の首相誕生を容認しており、ボーベライトの発言を裏付けた。市長就任以来マスコミ露出が多く、ボビという愛称をつけられており、テレビの娯楽番組のほか、本人役でテレビドラマや映画にも出演している。2006年の市議会選挙の際は、数多くの芸能人の応援を受けた。ありがとうございます。